戦争1429年オルレアンの解放旧国の少女として現れたジャンヌ・ダルクがオルレアンを解放する勝利したフランスは中央集権化を進めるイギリスとフランスの百年戦争はフランスが劣勢のまま長期化した1415年のアザンクールの戦いではた。 イギリリススヘンン世がフランス軍に壊滅的な打撃を与えた。1422年シャルル7世が王を名乗った頃にはフランス王国は国王派アルマニャック派と反国王派ブルゴーニュ派が争う内乱状態にあり崩壊寸前であった1428年イギリス軍はオルレアンの周囲に砦を築いて包囲し 攻撃を開始した。オルレアンはパリの南西約 130km に位置する交通の要衝であった翌年この危機的状況において神の声を聞いたという16歳の農民の娘ジャンヌ・ダルクが約 500km の距離を踏破しシノン城でシャルル7世に謁見したジャンヌを信用したシャルル7世は彼女に「 数千の軍勢を預けたオルレアンに赴いたジャンヌが軍旗を振りかざして先頭に立つとフランス軍は奮い立ち次々と砦を陥落させてイギリス軍を撤退させ到着からわずか9日間でオルレアンを解放したさらにジャンヌはランスに進撃しノートルダム大聖堂でシャルル7世の戴冠式を挙行し 正式なフランス王として即位させたしかし翌年ジャンヌはパリ突入に失敗し反国王派の捕虜となりイギリス軍に売り渡されたシャルル7世が身代金の支払いを拒否したため見殺しにされたジャンヌは宗教裁判にかけられてルーアンで処刑されたその後反国王派と和平を結んで内乱を終結させたシャルル7世は 各地でイギリス軍を次々と撤退させ、1453年カスティオンの戦いにおいてボルドーを占領したイギリス軍を撃破カレーを除くフランス全土からイギリス軍を追い出し百年戦争に終止符を打った。長期化した百年戦争により諸侯や騎士などの封建領主層は経済的に疲弊し没落していった。 一方シャルル七世は大商人の協力を得て財政を立て直し常備軍を設置。また諸侯や騎士を官僚として採用し王権の強化中央集権化を進めフランス絶対王政への道を切り開いていったヒストトリカルノート女性も男性も魔女狩りによって処刑された。魔女とは、 超自然的な力をを持ち、人人間社会に外役をもたたららすと、中世ヨーロッパで信じられていた人物のこと。数は少ないが男性の魔女も存在した14世紀には魔女を取り締まる魔女裁判が行われるようになりジャンヌ・ダルクも裁判で異端の魔女との有罪判決を受け家計に処された100年戦争後のフランス。 戦争の長期化により諸侯、騎士が没落する。シャルル七世が常備軍を設置する。諸侯、騎士が国王を支える官僚となる。王権が強化され、中央集権化が進む。ジャンヌダルク像パリに立つ黄金の像。ジャンヌは現在も旧国の英雄として、 多くのフランス人から愛されているオルレアンに入場するジャンヌジャンヌの率いるフランス軍はオルレアンを包囲していたイギリス軍を撃破した以後フランス軍は有利に戦いを進めた